真鍋秋勝宮居跡、京都市中京区寺町通り二条下る東側、真鍋秋勝は、江戸時代後期の大名、越前沙泰藩第七代藩主、真鍋家八代、幕末に老中主座を務めた。文化元年2月19日、真鍋戦、広志の逸夫として、江戸の沙泰藩邸で生まれる。陽名は越野神。文化11年に沙泰藩主となり、 十一大将軍、徳川家成の側近として創社版、自社奉行、大阪城代、京都書士代などを歴任する。天保十一年、家成の推薦で、西丸老中となったが、天保の改革を行っていた水野忠国に、写真好みだった家成の裁判年の側近だったと疎まれ、天保十四年に老中を辞任した。その後、安政五年六月に南紀派の大老。 いい直介すけの下で、再び老中に復帰し、財政を担当するかって、御入用係と外交を担当する、外国御用取扱いを兼務する。その後、勝手係老中に上った。同年9月には上落し、朝廷から日米修好通商条約調印の直居を得ると、共に京都諸子大、坂井忠義と共に一橋派や尊皇上位派を弾圧する安政の大国に奔走する。 こうした動きに対し、吉田松陰は、真鍋秋勝の暗殺を企てた。い、e、いの赤鬼に対して、真鍋の青鬼と言われたが、粛々と政敵との対話を進めた姿勢は、評価されている。しかし、安政6年3月、江戸に戻ると、いいなおと対立するようになる。条約の直挙を得るといった成果を上げたことで、惑星の主導権を握ろうとしたようである。その結果、 同年十二月に免職となる。また、徳川義信らの復権に伴い、秋勝が老中在任中に、失勢ありとして、文久二年十一月に隠居禁止と共に一万国の原宝をこむった。慶応元年五月、禁止を解かれた。明治元年十月、明治政府から合津半島の内通を疑われて、国元での禁止を命じられる。同年十二月、 謹慎を解かれる。明治2年11月、東京及び京都へ立ち入ることを許可される。明治17年11月28日に死去。去年81。日付は旧暦。ありがとうございます。